はい、青木哲也です。よろしくお願いします。まずこちらのロシニョールデモモデルの紹介をしたいと思いますが、こちらがデモアルファリミテッドというモデルになります。こちらのモデル、大きくモデルチェンジをしているんですが、基本的なこう形状というのは今までのものを継続しながら、LCT というテクノロジーを搭載しました。その LCT というテクノロジーは、この板の芯材があるんですけども、そこにこう縦にトップからテールまで切り込みを入れるような形で、チタナルとラバーをこう挟み込んだ素材を縦にこう切り込んで入れてあります。でそういったテクノロジーを搭載することによって、雪面から来る振動だったりスピード、そういった時にスキーが叩かれたりするような振動吸収をしっかりとしてくれるテクノロジーになっていると思います。あとは、このプレートも、今までこのレーシングプレートを乗ってたんですけども、2つに分かれるようなものから1枚のものになったことによって、より足元の安定感というのは生まれたと思います。